ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。ほい、ということで今回は花の妖精になれるピンクローズ村に行ってみたいと思います。なんかめちゃくちゃ花が多いらしい。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ブレでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では、夢をお取りするためにインターネットにお伝えしますわね。ということで、ピンクローズ村に出発。はい、ピンクローズ村に到着。お、夜。夢の世界へようこそ。あなたは今ピンクローズという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のピンクローズの世界をご堪能遊ばせ。さてことで、めちゃくちゃ花の多いピンクローズ村。見て、めっちゃ花。私のね、メインのアユナ村もめっちゃ花が多いんだけど、でもここはね、マイデザでもこういうちっちゃい花とかを咲かせてるから。お、そして。ケケトロニカ。ケケトロニカってあれじゃなかったっけ？なんかちょっと不気味な感じの曲じゃなかった？違ったかな？あー、ちょっと押さないで、押さないで。今から着替えるからね。花柄のワンピース。か、テントウムシの服。花柄のワンピースにしよう。ん？これは？カンカン棒。あ、なるほどね。ちゃんとここに書いてくれとるやん。女の子用と男の子用で。ふんふんふん。あ、で、ここの真ん中にあった帽子とこの靴は共通ってことかな。え、でもパンプスだ。パンプスだった。はい、こんな感じで。じゃーん。え、めっちゃ可愛くない？え、この服超可愛いんだけど。いいね、いいね。あ、で、女の子やけん、こっちってことかな。はい、この中身は、緑のスティックライト。こういうので多少なんか、明るくなったりするんかと思ったけど、大して関係はないのね。あ、どうも。ついさん、できる女になりたい。できる女。いいっすね。ちなみにこのついさんは、真面目な OL。で、真面目な OL？あれか？飛び森の中にも OL という、そういう考えが。そういった概念があるのかしら。え？真面目な OL さんだけどなんか、なんか、待って趣味個性的すぎません？どうしたこの服。え？できる女になりたいんだよね。どうしたの？こういうちょっと変な自分を抑え込んで、できる女になれるように、ちょっと職場では頑張りよる感じなんかな。そしてめっちゃ必要最低限のものしか持たない。いやもう最近、あれよ、ミニマリストとか流行っとるもんね。物を極力持たない。はい、それじゃあ2階へ。うん、ほら、もうここでカチャ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 って。パソコンで。きっと持ち帰りの仕事とかをするんだろう。ほーん。いいっすね。お。こんな感じのお部屋。え、でもすごい2階シンプルでね。え、よくない？ベッドと机との距離感が近い。あ、でも私、小学生の時かな？小学生の時に住んどった家では、こんな感じやったよ。ベッドからむくって起き上がったら、あそこにパソコンデスクがあって、ベッドに腰掛けて、そのまんま、パソコンがいじれるっていう、すごい怠惰な感じ。はい、お邪魔しました。何気にゲームとかも置いとるやん。やっぱちょっと理想の自分と現実の自分の間で、ちょっとせめぎ合いみたいなものがあるのでは。お、和風ゾーンか？そういう感じか？ん？あれは？誠一さんかい？
誰かと思ったやん。あ、いいね、この噴水の周り水っぽくなっとるの。あ、てか何気にあれなんや。ちょっと最初ね、広場のところこういう草が見えとったけん、あーって思いよったけど、冬なんやね。ちょっと今竹に雪がめっちゃ積もっとるのを見て思った。これは水？石かな？あ、こういうなんか自然の流れいいね。こっからちょっと切り替えで道が変わっている。これは一体誰？ここの家の人とかかな。今メガネ落ちとった。ここの家の、なんかこういうあえて二つ並べとる感じもすごい私は好きなんやけど、ちょっとしたなんていう、田舎の道とかああいう感じじゃない？はい、お邪魔します。ん、でも家の中おらんよね。あ、おった、おったわ。全然お、一応待って、そっちまでたどり着けないんですけど。そっちまで届いた、だいたわ。祝え、王の誕生を。ネルさん。これあれよね、仮面ライダーの。仮面ライダー、ジオウやった？あれの、あれに出てくる登場人物のセリフですね。ネルさんはアニオタでコスプレイヤーで、スパークへの愛がやばいと。だから写真を3つも持っているのね。どんだけだよ。素晴らしい。あ、コスプレイヤー。なるほど、制服。実際に学生なわけではない、なくということか。祝う。そして犬たちにはパイが与えられているよ、パイが。え、いいやん、アニオタでコスプレイヤー。スパークかわいいよね。でもちょっと最初に声聞いたときびっくりしたけど。はい、そして、え？でもなんか、意外と、少女趣味じゃないか。ね。意外とこう、寝室は、お姫様、プリンセスな気分で。いいね、いいね。はい、お邪魔しました。あれもなんかのコスプレしとんかな？肩出しの服を着とるように見えたよ。お、どうも。お、おどっと？よろしく。よろしく、どうも。あれ、男の子じゃないの？ワンピース着てるけど。ワンピース着てるけど。うん、アキトくんはね、一人暮らし始めたての男の子らしいんだけど、今めっちゃ、ワンピース着てたよね。一人暮らし始めたてだからか？まだ家具が買い揃ってない感じの。こんなタンスあったっけ？めっちゃなんか、現実にありそうな感じのタンスなんやけど。え、めっちゃリアルじゃない？こんなタンスあった？何のタンス？はい、そして、おっと？最後のお家。あ、どうも。シャーロット。あなたがお花の妖精さん？きっとそうなんだと思う。シャーロットはピンク大好きで不思議ちゃんな、この村の村長さんです。シャーロット。村長さん、素朴な家に住んでるね。お邪魔します。あ、でもいいね。ピンク大好き。こういう、ふわふわしたものが好きなやろうね。女の子って感じ。しかしそこに、そこにマリオのゴールの旗が。これ誰やったっけ？チーズ、あ、そのまんまやった。結構そのまんまやった。好きな言葉は、会うは別れの始め。そんな悲しいこと言わないで。終わりを想像しないで。ちょっとなんか、意味深な感じでテディベアがどこかを見つめている。どうしたの？まるで自分の意志があるかのような。このタンスかわいい。
やっぱ白とピンクの組み合わせはすごくいいと思うの。すごくいいと思うの。てか、いいね、壁とか。めっちゃラブリーやん。超絶ラブリーやん。はい、それじゃあ2階へ。はい、2階へは、ん？パーティー？誕生日パーティーですか？ここはお店ということでよろしいのかしら。何か持ってきてくれてる？中身は何？でもこういうところやけんね。ケーキに。何やったっけあれ。だなんとか。なんかお菓子よね。外国のお菓子よね。これは何やろう。一瞬チーズフォンデュとか思ったけど。きっとあ、チョコフォンデュとかかな。きっとそうだ。はい、それじゃあ、地下へ。お、地下はこういう感じ。やっぱどこもかしこも、めっちゃピンクなのね。地下ですらもピン。地下で寝るのか。なるほど。地下で寝て、起きたらここでメイクをすると。女の子だな。女の子だな。こういうベッドってふかふかしてそうですごいいいよね。はい、お邪魔しました。私もまだまだ、ちょっとメイン村の、メインのアイナ村の花を増やしていきたいんだけど。いや、もう結構ね、だいぶ花だらけなんやけどね。もう花しかないんじゃないかぐらい花だらけなんやけどね。いや、でもほら、送ってくれてるマイレザとかをね、いろいろ飾ってるから、ぜひぜひちょっと、訪ねてみてくださいまし、私の方も。自分のとこまで宣伝していく。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、自然いっぱい、花いっぱい。いいよね。花がいっぱいってすごい綺麗に見える。